アメリカのトランプ次期大統領は13日バイデン大統領とホワイトハウスの大統領執務室で会談し来年1月に発足する新政権への移行手続きを始めましたバイデン氏はトランプ氏と握手しながら祝意を表明し円滑な政権移行を楽しみにしている準備のためできる限りのことをしたいと述べましたこれに対しトランプ氏はスムーズな移行になるだろうと応じました こうした中大統領選挙と同時に行われた連邦議会選挙で4年ぶりに上院の多数派奪還を仕決めた共和党は13日上院共和党トップとなる院内総務の投票を実施しましたトランプ氏を強く支持する保守強硬派の候補を破り現在ナンバーツーで恩恵派のスーン院内幹事が選出されました一方 CNN などが13日 共和党が下院で多数派を維持することが確実になったと報じています大統領と上下両院を共和党が握るトリプルレッドになる見通しです